こんにちは、伊勢崎聡です。今回はドリブルやボールコントロールをするときによくミスをしてしまう人、まあ、相手に、ね、読まれやすい人がやってしまっているある特徴と上手い人と下手な人の差についてやっていきたいと思います。今回のこの特徴を知るだけでミスの確率っていうのを確実に減らすことができるし、あとは上手い人との差を理解することでどういった形でトレーニングをしていったらいいのかとかっていうところが見えてくると思うので、ぜひこの動画を最後まで見て取り入れてもらえたらと思います。このチャンネルではサッカーやフットサルを上達するための細かい技術を発信しているので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ドリブルやボールコントロールをよくミスしてしまう人だったり、相手に自分のドリブルが読まれやすい人がやってしまっている特徴っていうのが、ボールをたくさん動かすのと自分の重心移動っていうのを同時にやってしまっているっていうことです。例えばプレッシャーがかかってしまった時とかにボールを逃がして自分の重心を持っていってしまう。でなぜこれが悪いのかっていうと、理由は2つあって、自分の身体操作の観点と相手から見た時の動作心理の観点あるんですけど、1つ目の身体操作の観点でいうと、やっぱり自分の体のバランスを保つのっていうのは、この重心移動をたくさんしてしまうとバランスを保つのがすごく難しいです。そのバランスを保つのが難しい中で、さらにこのボールコントロールの技術が要求されるボールタッチっていうのが入ってくると、より難易度が上がります。なので難しいことを同時に2つやっているっていうような状態です。でここで上手い人との差なんですけど、上手い人っていうのはボールが離れても自分の重心は動かさずに、その場でボールを取っていって、相手が食いついたところで自分の重心を動かしていくっていうような形の技術を使ってます。圧倒的に自分の体のバランスが違います。なのでミスをしてしまう人っていうのは、重心移動っていうより難しいことをしながらボールコントロールっていうような難しい技術をやってしまっているということですね。なのでまあおのずとミスの確率っていうのは増えてしまうという形です。もう一つの2つ目の動作心理の観点から考えた時に、相手が一番反応しやすいのっていうのがやっぱり重心になるんですね。なのでボールが動いた先に自分の重心を持っていってしまったら、プレッシャーがかかった時にボールをいくら逃がしても自分がボールに対して重心を寄せてしまったら、相手もそのままプレッシャーに来やすいような状況になっちゃいます。なので上手い人がやっているボールは逃がすけど自分の重心は動かさないという形でやって、バランスをいい状態で、自分がね動きやすい状態を作ってボールを相手にさらして、相手がボールに食いついたところをかわしていくとかっていうような形をやってます。なのでよくミスしてしまったりとか読まれてしまっている人っていうのは、まあ、この2つの難しいことを同時にやってしまっている。なのでミスの確率も増えるし、相手に読まれやすいボールコントロールドリブルになってしまってるって形ですね。はい、なのでこの2つを気をつけて、ボールコントロールだったりドリブルをしていくと、ミスの確率だったり読まれてしまう確率っていうのは激減させることができます。では次はミスの確率を減らしたりとか、相手に読まれにくいドリブルをボールコントロールを身につけていくための練習方法についてやっていきたいと思います。2種類紹介していこうと思うんですけど、1つ目は自分の重心を残してボールを動かしてボールコントロールをしていくっていうような技術を身につけるための練習方法になります。まあ、どういった形になるかっていうと、基本的には片足立ちをして軸を作っていく。この中で軸足を動かさずにボールを触っていく、いろんな範囲で触っていく。この時にうまくできない人っていうのは、ここでねボールを触った後にこっち側に足をついてしまって、無意識のうちに自分の重心移動させてしまったりとかしてる人が結構出てくると思うので、ここでしっかりと重心を残して止める。どんなにボールを遠くにやってもなるべく自分の重心を崩さない、バランスを崩さない、後ろでもいろんな場所で自分の重心をしっかりとコントロールして、逆足も一緒ですね、遠くに行っても軸足をなるべく動かさずにしっかりと片足立ちして無駄な重心移動なくしていく。これをなくせばバランスいい状態でやっていくことができるので、まあ、ここをねしっかりとしてもらえたらなと思います。では次の2つ目なんですけど、2つ目は逆に自分の重心を動かしてボールを動かさないっていうような形です。まあ、どういう形かっていうと、よくあるのが、まあ、シザースとか、そうですね、シザースとかは止まったボールだったり、少し前に動いている状態の時とか使ったりすると思うんですけど、この時も重心でしっかりと相手を触れると、この止まってるボールだったら、もし相手がねずれてくれたらボールを動かせばいいし、動いてなければ、まあ、もう一回逆のシザースをしたりとか試合では使っていけたりもするので、まあ、それをね意識してやっていくと、ボールを止まった状態の中で、まあ、シザースをしていく、
まあ、重心の移動を起こしていくって形ですね。自分の最初はね、通常の外側から、またいでいく。これがまあ簡単だよっていう人はフリーシザースって言って、まあ、いろんなね形で内側から外側からまたいでいろんなステップを踏んで重心の移動を起こしていく。あともう一つ、シザースより簡単なジャブステップっていうスキルがあるんですけど、これも一緒ですね。ボールを止まった状態でグッっていうような形です。まあ、試合の中でね使っていく技術として実践的なスキルにもなるので、この2つ2種類のトレーニングっていうのはぜひやってもらえたらなと思います。では次は、実践の中でミスが起こしづらい、相手に読まれにくいドリブルをしていくためのポイントについてお伝えしていきたいと思います。練習方法の中でもお伝えしたと思うんですけど、自分の重心をなるべく動かさずにボールを動かしていくパターンと、ボールを動かさずに自分の重心を動かしていくパターン、この2種類っていうのが実践の中でもものすごく重要なポイントになってきます。実践の中で重心の移動を起こさずにボールをね動かして相手を釣っていくスキルとしてあるのが、まあビハインドタッチっていうのがあるんですけど、相手がこっち側にボールに食いついたら軸足の後ろを通して相手が食いついたところをかわしていくっていうパターンだったり、まああとは軸足を通した後に相手が食いついたところをかわしていくとかっていうような形だったり、まあこれはもう完全に自分の重心をあまり動かさずにかわしていくっていう形ができます。あとは180っていう単純な技なんですけど、ここから一気に方向転換をして食いついたところをかわしていくっていう形なんですけど、まあやり方はね別の動画でも上がってるんですけど、簡単に説明すると、自分の真横をね180度ボールを通していくんですけど、この時にボールの動きに合わせて自分の体の向きを変えていくのではなく、後追いをするっていう形です。ボールを先に通して後から自分の体の向きを変えていく。でその時に足をね地面についたりするとより効果的ですね。こうやってこういう形で、でこの瞬間に食いついたらかわしていくっていう形ができます。っていう形で、まあねどれもね自分の重心を動かさないで相手をかわしていく技になります。で2つ目の重心を動かしていくドリブルっていうのは、練習方法の中でも伝えたシザースだったりジャブステップっていうのを使っていくといいかなと思います。で、まあ、シザースより実際ジャブステップの方が簡単なので、まあ、ジャブステップの方をね取り入れてもらえたらと思います。ボールを全く動かさないっていうのはちょっとこれは難しいかなとは思うので、まあ、もちろん実践の中ではボールを動かさないでジャブステップで効果的に使えることもあるんですけど、相手を誘ったりとか読まれにくくするためにはスピードに乗る必要もなくて、少しだけボールを動かした中でここからグッてジャブステップを踏んでかわしていく。要するにボールをたくさん触っている中でジャブステップをしてかわしていくっていうよりは、ボールをまあ直線的に動かして少しだけ動かして、この中でジャブステップを踏んでかわしていく。これは本当にあの僕も試合の中でよく使う技なので、ぜひね取り入れてもらえたらいいかなと思います。まあ、この2種類のドリブル、しっかりとこのミスの原因だったり相手に読まれやすい原因っていうのを理解して、その中でいろんなスキルをね使っていってもらえたらと思います。
この動画とは別に YouTube では配信してない動画をプレゼントしているので、詳しくは概要欄をご覧ください。この動画が役に立ったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。